宮沢都市は明治時代から大正時代にかけての日本の女性。詩人、童話作家の宮沢賢治の妹で彼の理解者の一人であった。日本女子大学校を卒業後、岩手県立花巻高等女学校で教員を務めていたが、結核により24歳で死去した。彼女の臨終の模様は、英傑の朝等の賢治の詩に描写され、 またその死去は、賢治の創作活動に大きな影響を与えたとされる。なお、名前の、都市は、戸籍名であるが、賢治の創作や書簡においては、都市子、ピンといった表記も用いられている。1902年の正正月、3歳の都市と5歳の、賢治1898年11月5日、父、宮沢正次郎と母、一との間に、 宮沢家の長女として2歳離れた長男の賢治の次に誕生した。都市の下には妹、茂、弟、正六、妹、国が生まれている。宮沢家は岩手県比江抜郡花巻川口町にあった。賢治とは2歳違いのすぐ下の妹であったことから、兄弟の中では最も親しかった。賢治5歳、都市3歳の小正々月に写された2人の写真が、 現存している。当時宮沢家は浄土新州に帰依していた。父の政次郎は特進家として花巻仏教会などの幹事を務め、明けガラス里白を講師に迎えた大沢温泉での夏季仏教講習会を開催していたが、都市も子供の頃に賢治と共に講習会に参加していたことが写真に残されている。1905年に花巻川口町立花巻、 川口人上昇学校に入学。成績は優秀で4年生では、模範生に選ばれた。1911年、開校したばかりの花巻高等女学校に進学する。都市は高等女学校の最初の1年生であったが、開校に際して2年に編入する生徒を同時に募集したことから2回生であった。1年生の9月に在籍するクラスで、 最初の球長に任命されて卒業まで続け、成績も全教科の平均で卒業まで全学期学年のトップであった。3年生時の学年球会では、開会の字を読み、オルガン演奏を披露した。1914年3月の1回生の卒業式では掃除を読んだ。4年生に進級後の5月、東京への修学旅行に参加する。この旅行では、 上野で開催中の大賞博覧会をはじめ、上野にある諸施設や日比谷公園、浅草など多くの名称を回っているが、特に東京音楽学校では演奏を鑑賞する機会があり、多くの生徒に感銘を与えたことが、学校の教務日誌に記されている。さらにこの訪問が契機となり、7月には音楽学校教授、広田隆太郎が来訪して2日間の、 音楽練習会が開催され、やはり生徒を感動させた。この練習会では広田及びこの年春に東京音楽学校を卒業した高等女学校の音楽教員、鈴木竹松が演奏を披露している。これらのイベントで学校内で音楽への関心が高まる中、都市は4年生の初め頃から鈴木に、課外でバイオリンの講習を受けていたとされる。やがて、 都市は鈴木に好意を抱くようになるが、鈴木の関心が他の女生徒にあると気づいたことを口述の自世録に記している。この演文は何らかの事情で周囲に漏れ、自世録の表現では囚人の避難令称の目、め、希望の矢を受けることとなった。卒業を目前に控えた1915年3月に、地元市岩手民法市場に音楽教師とに美人の初恋と題して、 人物の名前を変えたゴシップ記事が3日間にわたって掲載される。記事では年を連想させる生徒の財産可能や親へする表現もあり、年は自生録で記事に家族が浸通したことを記している。直後の卒業式では壮大として当時を読んだ。1915年4月に年は東京の日本女子大学校家政学部要日1年生となり学生寮。 席前寮で寄宿生活に入った。この進学は、父の女子教育への理解や在学中のおばの勧誘に、加え、前期の恋愛事件で、ト市シがこの苦しい学校と、距離から逃れたビーという意思を抱いたこととの関連も、指摘されている。口実する、近住上官宛ての手紙には、とにかくあらゆる心配苦労を親にかけ、親を涙させるようなことをして、 3月の末、ある意味の敗北者として、故郷を離れ、逃れて参りましたという記述がある。入学直後の1915年4月には、父から紹介された、浄土新州僧侶の近住長官に、将来に対する希望を持てないという倦怠感の、悩みを伝える手紙を送って面会し、5月29日には、面談や読書を経てもなお悩みを出し切れないことを、 改めて近住に書き送った。校舎の手紙で予告した5月30日に都市は近住の元に赴いたと推測されるが、以降の訪問の記録はない。一方で、都市は日本女子大学校創立者の成瀬に像が伝える理念に共鳴していった。当時の日本女子大学校では、成瀬自身が講義する実践倫理の科目が年間を通じた全学年の必修とされ、 寮生活などで瞑想、目想する時間が設けられていた。ナルセはクリスチャンではあったが、単一の宗教宗派に依存せず、すべての宗教のそのもとに存するところの生命、宇宙の意志を学生に伝える教育を実施していた。都市は自生録において在学中を含むこの45年来私にとって一番根本な生活のバネとなったものは、 信仰を求めるということであったと記し、ナルセによる教育方針に感化を受けていたことが指摘されている。1916年、家政学部本科1年となった時に、各学生が決意を言葉で示す、宣誓式で、都市は、真実ため、イサム進むという文字を記した。この年7月、来日した、インドの詩人ラビンドラナートタゴールをナルセが、日本女子大学校に招いて、 講演会を開き、都市もそれに参加したと推測されている。また、病床にあった祖父、キスケに対して、死後の魂の存在とそのためにいかに生きるべきかを説く、内容の手紙を送っている。1916年12月に学校に提出した自己調書には、徹底せずとはいえ、新年生活を考え、行わんとすることによりて、利己主義、 また、強打なる習慣は改められつつありという記述が見られる。三年生の1917年9月に、キスケが死去し、トシは、我を忘れて亡き祖父のためにたとえ片時でも祈ることのできたことは実に幸福であった。人生の問題の最も大きな一つたる死に間の当たりあった思いがし、真剣になることができたと記した。 4年生となった1918年には6月頃に呼吸器系の疾患で休養していたことが手紙より伺われる。その後健康を回復して軽井沢で毎年最高学年を対象に開かれていた日本女子大学校の夏季寮を受講。1学期には寮の主婦も務めている。11月には流行中のスペイン風邪に罹患したが4日、 ほどの休養で全開したと手紙に記している。この時期、検事に送った手紙には、卒業論文の相談や、転職を見出したいといった将来についての意見が見られる。年末年始は帰省せずに勉強する希望を持っていたが、父から帰省を申し付けられた矢先、12月20日に、東京帝国大学医科大学附属院分院に入院する。 母の一とケンジが看病のために上京し、ケンジは翌年3月まで下宿しながら看病をした。主治医は二期健造だった。病状は当初チフスが疑われたが、実際には風もしくは肺炎であった。3月3日に母とケンジ、おばに付き添われて花巻の実家に帰郷する。入学以来トップの成績を維持したことが評価されて、見込み店で卒業が認められた。 卒業証書は、両館が3月29日に花巻まで持参した。帰郷後は、自宅で療養生活を送る。夏に、西鉛温泉で家族と共に保養した際には、賢治の短歌を清書している。1920年1月下旬から2月9日まで、自生録を綴る。その内容は、 高等女学校卒業前の恋愛事件から執筆当時までを振り返るもので新たに生まれ変わりたいという意識がその発端であると記している。この自省録が書かれた背景について山根智子は母校である高等女学校への就職の話が出始めまだ在学当時の事件を知る人間がいる状況で事件に向き合い精神的に決着をつける必要が あると感じたのではないかという胸の推論を述べている。3月に日本女子大学校の同窓生に近いうちに状況できそうだと伝えたが実現しなかった。1920年9月下旬より母校で教諭心得となり英語と家事を担当する。1921年3月には森岡の教会で外国人宣教師に英語を学び、4月には 教員圧戦を依頼されて上京し母校の日本女子大学校を訪れた。しかし、この状況の疲労が取れずに体調を崩し、6月からは病床に付した。この年1月に父親と宗教上の対立で出教した、賢治のもとには8から9月頃に、都市の病案が電報で伝えられ、帰郷することとなる。都市は9月に拡結した。帰郷した賢治は、 冷え抜き農学校に教員として勤める傍ら、都市の看病に当たった。都市は1921年9月12日付で女学校を退職した。1922年7月には、下猫桜にあった別宅に移って療養を続けた。1922年11月19日に、再度と与沢町の実家に戻る。その8日後の夜8時半過ぎに都市は死去した。 ケンジの詩、青森万華においては、という、都市の臨住についての記述がある。秀才さと、相まって、真面目でしとやかな性格をしていたとされる。日本女子大学校進学後、夏休みに帰郷した際には賛美歌を兄弟に教えて、合唱したことが、正六の文章に記されている。母校の高等女学校の教員を務めた当時は、人のためになりたい。 強度のために働きたいという思いを抱いていたとされ、同校の後ろ身にあたる岩手県立花巻南高等学校では2018年に制定したグランドデザインの中長期ビジョンにこの言葉を採用している。都市が日本女子大学校、県児が森岡高等農林学校に進学して離れて生活した時期には都市は週に一度は手紙を県児に送っていったという。 現存する賢治宛ての手紙には、自身の将来の相談に加え、賢治の将来についてその、天職と宮沢家の方針の一致を望む内容が、記されている。一方、現存する賢治からの都市宛て書簡にも、都市の学業に対する不満の訴えに応える内容の、ものがある。都市が1915年に学校に提出した、夏季休暇中の体験という課題答案には、敬愛する兄より、 ある暗示を得たという文章が見られる。このように都市は賢治を敬愛し、親密に相談する間柄だった。賢治の生前唯一の詩集、春と修羅は、都市の晩年から死後にかけての時期に執筆された。その中で1922年3月20日の日付を、持つ、恋と病熱には、妹や、冷たい聖堂の病室で透明薔薇の日にもされる、あいつが登場する。そして、 都市死去の日付を持つ三つの作品でその臨終に至る模様が描かれた。都市が死去した直後、ケンジは押入れに頭を入れて、都市子、都市子と号泣し、乱れた髪を火箸で吸いた。二日後の葬儀にケンジは終始の違いを理由に出席しなかった。出棺の際に路上に現れて、共に棺を運び、仮葬場では棺が燃え尽きるまで度胸して、 遺骨の一部を持参した館に入れた。遺骨は翌年国中会本部に分骨した。春と修羅における試作品は無制同国の後は1923年6月3日の日付を持つ風林まで7ヶ月飛んでいる。同年7月から8月にかけて、賢治は農学校生の就職圧戦の目的でカラフトに旅行するが、一方でこの旅行で都市の魂との 更新を求め、その心理を綴った死を残した。甘沢大二郎は、春と修羅における、敏子の存在は、恋と病熱において、暗示、予告されて、以後、永傑の朝に至るまで、決して宿の水準に現れてこない、この病熱にも押されている、妹の存在を、隠し偏隠し区の背後に隠しつつ、隠すことによって示し続けていると指摘している。山根智子は、 都市の生前には既存の特定宗教に帰属する信仰が強かった賢治が都市の死後に執筆したとされる著作や手紙では宗教の根底で通じ合う価値観や宇宙意志といった都市がナルセニゾやモーリスメーテルリンクを通じて形成した宗教観、非生観に接近したとしている。また、童話集、注文の多い料理店の広告チラシにおける テッパーアンタール砂漠というタゴールの詩、新月からの引用などの賢治のタゴールへの関心に、都市が直接タゴールと接した体験が反映している、可能性も指摘している。賢治の残した菩薩像と呼ばれる水彩画は、都市の肖像写真と似た顔立ちを持つと指摘されている。このほか、2020年6月初演予定だった北村創作の舞台、賢治都市では、黒木春が、 都市役を演じることが発表されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、公演は延期となった。ありがとうございます。